こんにちは、のです気になる男の115話になりましたけども今回はですねお金が稼げちゃってねで健康面もバリバリで若くってねもういろんなことができてで恋愛も上手にいっちゃうこれね40代でも50代でも今出会った人と恋愛ラブラブになってもしかしたら結婚したかもしれないな。 ここんなとままでいきますそしてて仕事も順調にやっていけるお勤めの方はお勤めの環境がものすごく良くなるし自分の仕事を持たれてる方はそこでねどんどんお客さん人気が出ちゃうみたいなねそんなことになるという話をさせていただきますまずはお金を稼ぐ方法ですけども私ねずっとマージャン店の経営をしてきた30代ってものがあったんですけどもあの超アナログだったんですよね当然稼げませんし時間の拘束1日16時間マージャン店にいました自分で始めた商売ながら 自分の仕事に拘束されるなんてね、ちょっと妙な話ですけども、全然お金もそれで儲かんなかったんですよ。それこそね、一生懸命働いて時間を投入して、それなりの対価があればいいんですけども、全然なかったですね。で、これを考えるに、やっぱりね、稼ぎやすい仕事と稼ぎにくい仕事ってあるんですよ。例えば今ね、あの、なんですかね、ポケベルって売れると思いますポケベルの会社に就職してポケベルのセールスをする。 売れまますすかね。難しいいと思いますよ。だったら iPhone とかスマホとかねそれからソフトバンクとか、うん、ドコモとかっていうところに、まあ、入社するなり代理店契約を結んで切り替えの時期にスマートフォンとか通信環境のセールスをした方が、まあ、売れやすすいですよね。どっちかをやらなければならない時選択するものってまあポケベルじゃないでしょ。ポケベルは最初から勝ち目がないですよ。 ね、そんな感じで私は選んではいけない商売をマージャン店っていう社用産業を選んでしまったところに10年間の無駄なな失策があったかなと思いますそこではいくら細かい集客方法に労しても異業種交流会に行って自分の店とか自分の名前を知らせたところで、まあ、そもそもねマージャンっていうものがもうニーズとしてなくなってきてますしニーズとしてあるのはスマートフォンの中でやるマージャンゲームぐらいなんですよねそこに取ってきてきですね。 お店にわざわざ来て時間を拘束されてでマージャンっていうのは対戦相手との人間関係も大事ですからそういうところに気を使ってで賭け事をするこれ相当面白くないと思いますよだからそれをしたい人がいるとしたらまあ全時代的なねもうオフラインの人ねインターネットとか苦手でもうなんかねこうまあマージャンをインターネットでもしないし昔ながらの昭和のねギャンブルチックなマージャンにダンディズムを感じてる の少数な人だと思うんですよじゃあそういう人を相手にねインターネットでマージャン店の広告を打ったところで効果ありますかってことなんですよだってインターネットに疎い人がマージャン店来るわけですよだからインターネットで呼びかけてもそれは来ないですよねティッシュ配った方が効果ありますよねってことになっちゃうんですよでもティッシュを配ろうにも労力がかかるしコストもかかるんでこれはダメだなと思いましたよねというところでお金のことだけ考えるんだったら私は インターネットを使っている人にインターネットでセールスをしていくってことになるわけです。集客するってことになるんですよ。例えば今回 YouTube の教材をタカさんが出してくれてますけども YouTube をやってる方とか始めようと思う方って必ず何かに困ってるんですよ。例えばチャンネル登録が増えない収益化できないチャンネル登録の数に関わらずに少ない視聴者さんでも商品が売れるようになりたい YouTube で儲けたい YouTube で有名になりたい少なくとも自分の YouTube が 何人かの方に見ていただいてとってもいいコメントをいただいてねで YouTube をもっともっと頑張っていこうみたいにやっていきたいとかね、うん、できれば YouTuber 光さんみたいなねなんかああいう風な有名人になってみたいっていうのもあるかもしれませんじゃあですねお腹がすいたらパン屋さんやご飯屋さんに行くように活動してるんですよ人は YouTube をやってつまずいたら情報に活動してるんですよどうしたらこの状況が 改善でできるるのかななっってていう,ふうな情報を欲しがってるんですよじゃあその情報をタカさんが少なくともそういった方よりは多くお持ちなんでそのタカさんの情報をまだねこれから YouTube を始めようとしてる方が欲しがってるのはこれ間違いないんでタカさんが商品を売ってあげなかったらどうやってこの人は解決するんですかってことになっちゃうんですよ。ですんで早くねその人の問題に気が付いてあげて私に任せてくださいっていうふうな動画をどんどん出していくと。 これは売り上げにつながるのかなと私も思いますし私自身もそういうふうにやってきてますんでねだからお金の問題解決するんだったらやっぱり YouTube だよっていうことと YouTube にモチベーションが上がらなかったらショート動画やっていきましょうみたいな感じでね本当に、ね、タカさんがね回転寿司の動画を撮って1万再生出したっていうんで私もね次の日行きましたよ回転寿司3本動画作って1万5千再生になりましたよおかげさんで5千5千5千みたいなね3発ができましたね いやだからね、思いを込めて動画を作ってもそれがね再生はされないんですよでも適当に撮った5秒とか10秒の動画があっという間に5000再生ねただショート動画が売り上げにつながるかチャンネル登録につながるかっていうとこれはまたね何とも言えませんやっぱりしっかり作った動画の方が再生数は少なくても自分により近い信頼関係を築くそしてそれが将来お金になっていくっていうことはありえると思いますねただまあショート動画もね なんか他に戦略が見当たると思いますのでこれは近々リリースすることになると思います、はい、じゃあ2つ目です恋愛の問題ね解決したいですよねもうすでに彼女とか奥さんがいる場合どうやったらもっといい関係になれるのかなどうやったらもっと素敵な夫婦関係恋人関係になれるかなこれも情報ですよねどうやったらいいんでしょうかっていうことが分からないからつまずいてるわけですよだったら回答を持ってる人に Q&A すれば回答が返ってきてより円満なね えー、彼女ライフ奥さんライフ送れるわけですよもうね浮気なんてしてる暇はないですいや場合によってはねどうやったら上手に浮気ができるでしょうかどうやってバレずに不倫ができるでしょうかこれもノウハウなんですよどこに出かけていけば例えば不倫を求めている口の固い女性と出会えるでしょうかこれも情報ですよそれからですねあんまりここでお勧すすめするのは適当じゃないかもしれませんけどもパパ活をしたいというね10代の女性が集まる場所もあるわけですよ どのののぐらいの相場なかかっててことも分かれ5,000円前後1万円前後3万円前後10万ぐらいもらわないとね定期といって月に30万あげるから自分の好きな時にすぐに飛んできてねみたいな契約をする方もいますいやーたくましいのは女性なのかそれともいやらしいのは男性なのかこの辺何とも言えないところですけども,も私は奥さん一筋なんでねみじんも恥じるところはありませんけどもただ情報だけはね世の中に溢れてるんで 耳にに入ってきてき目に飛び込んんででくるんですよ現実としてそういうものはあるんですよ。女性がお金目当てに男性と接近する男性がお金を使って自分の好みの女性と一瞬だけ遊ぶ日遊びをするみたいなマーケットは古来なくなりませんのでこれからもあるでしょう。ただやっぱりね愛する人がいたらその人のためにそういうことはしないよっていうふうな気高さも女性は同時に持ってるんですよ。男性はね気高さを持っていてもそこはそこ。 それはそれみたいな言葉を使うこともありますんで世の女性の方お気をつけください、まあ、とにもかくにもね恋愛もてて情報によってうままくいきます例えば40代50代の方で若い女性と付き合いたいっていう人いるでしょそしたらね年の差だけを求めているおじさん専門おじせんっていう10代20代っているんですよその人たちは横でつながってますんで LINE グループとか作ってるんですよねで私のお付き合いしていた おじさんは35です45ですででも別れちゃったのでも何々ちゃんにはもしかしたら合ってるかもしんないよとどう合ってみるみたいな感じでなんとですね自分の別れたおじさんを他のなんかのグループ仲間に紹介するみたいな横の連携もできてるんですよ。で結果お付き合いが始まったらいろんなアドバイスを経験者としてしてあげれたりとかねどんなまあね営みが好きなのかもちゃんと教えてあげられたりとかねあるんですよね。 いいやすすごい世界ですよねだからそういうふうな形でもあるし自然な出会いをするにはどこに行けばいいのかとかもありますし女の子の方から声をかけられるような入で立ち服装とか立ち振る舞いとかヘアスタイルとか場所っていうのも全部これ情報なんですよ。だからその情報を手にするとなんとローすることなくモテることができるんですよね。 あとはその女の子とうまくやっていけるかどうかっていう力量を整えなくてはいけなかったりとかその女の子を養えるだけの稼ぎがあるかどうかってことになってきますよね。さあじゃあ3つ目ね恋愛をしようと思っても一生懸命稼ごうと思っても健康な体がなければそしてやっぱりね男性として一番自信を持って女性に立ち向かえるそして同じ同性に向かって立ち向かえるのはそのまあ ね、精力的にに自信があるかかどうかってことになります私の塾生さんでね性風俗にお勤めの方が何名かいますんでそのグループでちょっとね、えー、ディスカッションしたことがあるんですよこれ数年前ですけどもそしたらね「風俗のお店にも60代70代の人が来ますよ」って言ってました男性がねで私聞いたんですよ「60代70代」って言ったらさすがに介護するだけでしょうなんか結構体力的に厳しいし ぼんやりとお茶飲んで時間過ごすだけじゃないのって聞いたら、いや、全然そんなことないですよ、と。久保さん、20代、30代の男性と同じように性的に興味もあるし、ものすごくね、うーんサービス求めてくるし、すごくお元気で、なんだったらあそこもしっかりとしてますよ、って言われるんですよ。おすごいね、最近の60、70は、って言ったら、いや、久保さん、そうじゃないんですよ、と。ほとんどの60代、70代さすがにもうね、そっちの方は、 なかなか興味があってもうん積極的にお店に行ったりとかしませんよって言うんですよ。えでもどういうことって言ったらあのね風俗店に来るような60代70代は性的に全然エネルギッシュなんです。それでいて奥さんとか周りの人もさすがにもうそういう相手してくんないからお店に来るんです。なんだったら奥さん公認で来る人もいますよみたいなね。つまりねまあこれ男性に限って言えることかもしれませんけども30代半ばから あの性的にものすごくね元気な人となんとなく衰えていく人って分岐点が始まるそうなんですよ。でこれっていうのは若い頃からちゃんと体を作ってきたかとかそれから、まあ、女性に対してものすごくね興味があるかっていうところで精神とか肉体が自分の行動を支えてるっていうところらしいんですよね。まあ、ですんで60代70代の人でもそういう,うに西風に性風俗に来る人は逆にねもう素敵なおじさんなんですよね女性からすると。で 優しさとかも金揃えているし一通り男女関係を知った年代なんで還暦すぎてますからねものすごくね紳士らしいんですよで嫌なこともしないし穏やかだしものすごく金払いもいいしみたいな感じで逆にやりやりすいいぐらいだ,よとだから若い時にみんな元気なのは同じだけども年齢を重ねていくともうその、ね、差が歴然とするんで多分 久保さんは60になっても70になってもむちゃくちゃ元気だと思いますよっていうふうに言ってくれてねいや俺もそうだなって気がしますねうん全然なんかね20代の頃から比べても衰えた気がしないし何だったら今ね20代くらいのエネルギーが蓄えられてるんじゃないかなと思いますいろんな面でねだから健康になるとかね若さを維持するっていうのもこれ情報なんですよ何を見て誰と関わって何を食べてどこに行ってみたいな全て情報によって選ぶことによって 体が衰ええなないような環境を整えることもでできるんですよねもちろん食べるものとか多少の筋トレとかっていうのも大事ですけどもそれもオーバーワークにならない程度に我慢しすぎないように必要最小限の労力で最大限の自分の能力を引き出すことがやっぱりできるんですよね。これも情報なんですよ 最近は YouTube でそういうことを語っている方もいらっしゃったりとか例えばねあの加藤隆さんみたいな一流の AV 男優さんがいろんなノウハウを語ってくれたりとか女性の方がね金美感通りの藤村ですみたいな感じで女性の本音を語ってくださったりとかするんでものすごく情報が取りやすくなってくるんですよ。それを自自分分で吸収しててなりにに再アウトトプットすることによって恋愛の マスターとしてねマエストロとして YouTube デビューすることもできますし、うん、なんかねだから恋愛に対してもね特に性的なことを絡めてっていうのがもう40とか50過ぎたらあーなんかね抜きにはできないと思いますけどもまさにそういうふうな今の年代だから語れるよねみたいな本音っていうのがこの YouTube によって広めていけることができるんじゃないかなと思いますよね。まあ、そうするとと恋愛とか そういいいっっったた性的ななな営みみにに興味がががあるる人がこう関わりを持ててくれれこことになってきますすも結構マーケットででかいですよやっぱり人間って生まれてから死ぬまで異性のことをね意識せずにはいられないですからね。さあそれでは4点目仕事ですね。仕事をお持ちの方がどうやって YouTube によってうまくいくんでしょうかってことですけどもやっぱね仕事をしていろんな学びやトラブルがありますよね。 それ全部がネタになると思ったら YouTube 活動を中心に据えるとあまたネタができたって気持ちになるんでひどく落ち込むこともないですしひどく有頂天になることもないっていう風にねまあ中陽学っていうんですけどもいつも自分の精神を真ん中にすることができるんですよねそういった意味でも YouTuber をやっていて表現することができるっていうのはものすごく大きなポジションになるんですよそこには顔出しをしようが顔出しをしまいが全く関係ないですただ情報を流すだけなんで で私はこうやってカメラの前で自分の顔をさらして何だったら名前も本名でこうやってベラベラ喋ってますけどもこの方法もありなんですよでも情報を受け取る方としては私の顔が見たいわけじゃなくて私の考え方が大事なんですよね考え方を知るとか情報を取りたいだけなんでだから別に顔なんて出さなくていいんですよ、うん、それこそ若い女の子がね出てくるんだったらいいですけどもこの50席でおじさんが出てきてねわーみたいに喜ぶ人はたまにいないですからね たまには見せるべき演出もしますけども、まあでもほとんどが私は喋る内容に価値があって、私自身に価値があるわけではないかなと。私はいつも情報ってものを主役にして、私ってものはそれを補佐する、あの、脇役だと思ってるんですよね。だからその立ち位置が多分、このチャンネルを長続きさせてるんではないかなと思いますし、職場でも実はね、仕事がうまくいく、みんなの環境が円滑に回るっていうのが主役であって、それをサポートしてるんですよっていう立場で、社員、サラリーマン。 労働者っていると思うんです,よですんで「俺の権利はどうこう」とか言い出すと途端にねプライドみたいな形が出てきたりとかあいつの方が偉そうにしてるみたいなこう感情的なプラスマイナスとか出てきちゃって結構業務って苦しくなるんですよね。あくまでも仕事を淡々と回すために自分がそこに補佐役としているみたいなね ちょっと仲間に入れてもらえますねみたいな感じだと、ものすごく周りの人からも受けが良くなると思いますし、仕事の本質を見極めることもできると思うんですよね。見極めることはないですよね、きっとね。まあそんな感じで YouTube もね、結局、価値あるコンテンツを作るのが命題であって、で、自分はそこに従事している従業員だというふうなスタンスの方がいいかもしれないですよね。時には自分が主人公として前にバリバリ出ていくことも必要ですけども、まあタカさんのね、YouTube スクールでは、 あの顔出しをしないっていうのが一つのポジションですからですんであくまでも情報という主役を届けるために自分が裏方としてねであの縁の下の力持ちをするんですよっていう形なんで多分多くの人には取り組みやすいんではないかなと思いますよね。えということでねタカさんの,あの YouTube スクールこれとってもいいと思いますんでこれからもねタカさんのスクールいろんな形で情報に飢えた人をね助けてくれると思いますので。 体験プログラム参加すすることをお勧めしたいです、ねはいでねはそしてですね今回はここから補足になりますけども補足動画も同時におお届けしておきますね補足はどんなことをするかと言いますとあのメールでいただいた文書の中であのこのセールスをするっていうのに、うん、一種のマインドブロックかかってる人がいると思いますけどもあのねセールスをしなければ買うことができないんで消費者って困るんですよ。 だってパン屋さんがあるからこそそこに買いに行こうって言って喜んでお金を払ってねパンを買うわけでしょ、うん、でもパン屋さんがオープンしてるんだけども売ってあげませんって言ったら飢え死んじゃうじゃないですかでそのぐらい情報ってすごく大事で情報を皆さんにお届けしませんってなって誰一人情報を売ってくれなくなったらどうしますかってことなんですよものすごい困りますよね進学問題どうするんですか恋愛就職問題どうするんですかトラ,ブルトラブルが起きるたんびに 誰もそれれ教えててくなないっっ世の中になったらどうしますかそして信頼できる情報っていうのは無料の場合もありますけども有料のことにこそねお金をかけるべき情報価値があると私は思いますんでやっぱりねこれだけ情報の価値が高まった時に私はできるだけ有料でお金を媒介としながら責任を持って発信する人その人に対して、うん、信頼を抱きますよね。逆に無料の発信って 結局その人がお金がなくなったらできないってことになっちゃうわけなんですよだから広告収入ってあるわけですよね広告収入が十分取れてる人っていうのは広告収入で賄われてますからチャンネル登録10万とか30万50万って人は有益な情報を無料で発信しても成り立っていくんですよむしろ無料で発信するからこそ成り立つとも言えますけどもねでもチャンネル登録がまだ少ない方とか広告収入が取れない方ってどうやって稼ぐんですかって言ったら視聴者さんからお金もらうしかないじゃないですかね で視聴者さんがお金を払いたいような情報はまだまだ世の中に溢れてますからその情報を取ってきてあげてまとめてパッケージにしてリボンでね結んではいどうぞっていうふうに販売してあげればいいんじゃないですか、うん、でそこにあとは価格差があるってことなんで安いものも高いものもいろんなものがありますよパン屋さんだってね1個100円のパン屋さんがあると思ったら高級パンとかあるわけでしょ食パン1斤が1500円とか2000円みたいなところがあるわけでしょそれぞれにニーズがあるわけですよ あとは視聴者さんが選びます。で、見込み客っていうのは常に再生数の中にしかいませんのでね、再生してない方がいきなり物を買いに来ることはありませんから。で、プラスアルファ、あの、1個ね、私のやり方ちょっとお勧めしておきます。それはですね、今日も2件あったんですけども、YouTube を始めたばかりの方とかね、チャンネル登録が10人とかね、再生数3とか4っていう人を探すと出てくるんですよ。その人のところに応援のメッセージをコメント欄に書きます。 そうするとどうなるか。始めたばかりの YouTube の人がね、縁もゆかりもない人が、あ本当に見てくれたんだ。コメント書いてくれたんだ。どんな人が見てくれたのかな。うわ、この人結構動画出してるな。再生数もあるし、チャンネル登録もあるベテランだな。いや、この人の動画、ブックマークしようみたいになるわけですよ。つまり、こちらから応援しに行くと、向こうからも喜ばれて応援してもらえる立場になる。 その人に対して YouTube を始めたばかりの人ですからこちらからね YouTube の有益な情報をどん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 発信すると当然見てくれますよねそして有料の情報もありますって言ったら購入検討してくれるじゃないですかですんでそうやってねこれステレスマーケティングと私は名付けてるんですけどもこっそりと応援しに行くつもりで自分よりも少ない再生数自分よりも少ないチャンネル登録自分よりも少ないキャリアの人を徹底的に行くことによって見込みの人ってどんどんこっちに来るんですよね だって、ね、まあ私のことを言って恐縮ですけども、チャンネル登録10人の人がね、チャンネル登録1万人の人にコメント書かれたら、これなんか有頂天になりませんか喜んじゃいますよね。だからまずは私は人を喜ばせることをずっと巡回してやってるわけなんですよ。まあそういうような感じですね。一日に1人か2人そういう人をめがけてメッセージを書いたりとかね、それから応援動画、紹介動画を作ったりしますね。最近では映画チャンネルさんのね、紹介動画作った覚えがありますけどね。映画チャンネルさんとかね。 うん、まあ楽しいですよねそうやってある意味こう誰かを引き上げていく応援してあげようっていうそんな立場に50を過ぎて私もなったのかなと思いますのでやっぱりね、あのー、先人が背中を見せていく、うん、新しい世代に道を譲っていくいろんな意味でも何かできることをねやってあげてみたいなと思いますね。はい、えー、ということでございますジャパレントさんもね惜しげもなく商品紹介してもうあの演技力で。 欲しくなっちゃいますよ私もいっつもジャパネット高田の商品ね欲しくてしょうがなくなるんですよほとんど買っちゃいましたけどねはいでは以上でございます115話終わりですじゃあ次回116話もう楽しみにしてますタカさん